近藤選手です。今日は得意のまくり。そうですね、4射だったんですけど、まくりになってしまいました、ね、でもまくりの方が強いよね。そうですね、ちょっと逃げだとちょっと通用しないかなっていう部分もちょっと考えちゃったりしてるんですけども、でも今回、まあ、ちょっとルールが変わって、あの全体的に誘導ペースが速くなるじゃない。はい、ね、まあ、それはちょっとじゃあ締め切りなルールではあって向いてると思うんですけど、あとはそれも前がどうしてもそのペース落ちないでそのまま踏まなきゃいけなくなるじゃない。そうですね、はい、全体的に速いペースで走ってるから、まくりの構え方っていうのも今までよりいいんじゃないの。まあ、そうですね、一回すごいスローに落とされるよりは、対応しやすいかなと思います、ね。はい、あのスローに落ちるとどうやって仕掛けていくか、どのタイミングでいくかって難しいじゃん。いや、そうですね、あとはみんなこう自信満々で合わせてくるので、ね、はい、あのバントの選手なんか回してくるし、そうですね、今回みたいなと比較的まくりやすいかなと思って見てたんだけど、今日は3番ではまれたんでよかったんですけど、入れなかったら危なかったと思います。じゃああとはしっかり位置取り。そうですね、ちょっと、まあ、並びがあれなんですけども、はい、まあ、明日は、ね、これで準決勝フリーパス。そうですね、はい、でもなんかしなきゃね、何か、はい、北日本大勢いるんで何かしたいです、はい、何もしないで終わるんじゃなくてどっかで何か見せてくれる。はい、まあ、そのつもりで頑張りたいと思います、はい、頑張って、はい、ありがとうございます。